さあ、今回もホイホーで初心者感を前面に押し出してプレイしていくよ。今回はデンマークか。そうだね、アイスランドだね。え、工場ゼロ、人的ほぼなし、島国、面白そうな国だよね。それどっかのマサ投稿者がやる国やぞ。もうプレイ時間は250時間を数えるほど、そろそろ初心者を脱却してもいい頃かなって思ってね。早いわ。今回の目的はアイスランドらしく、ソ連領土の獲得だよ。何寒さ縛りな。アイスランドで赤道を網羅するってのも面白そうだったんだけどね。海にプロビがないから、横長にアイスランドをってならないから諦めたよ。初めての映画やな。人生で一番無駄な時間を過ごすところやったな。なんと、アイスランドは汎用 NF みたいだね。知ってた。工場がなければ何もできないから、とりあえず工場系を全部取ってるよ。人的などっかの小学校くらいしかないから、一師団も徴兵できんのやけどな。今回はファシストになったんだけど、アイスランドはファシ化すると、イーストランスベルティって名前になってしまうんだね。なんかかっこええな。一切聞いたことないけども。これは、ソ連領土を取った後に、再度民主化する必要に駆られてしまうね。勝手に駆られろ、夜に駆られろ。今回お邪魔させていただくのは、大東亜共栄圏さん。ん？落ちやすいフランスやオランダから、行った方が良かったんやないか？アイスランドには無理だね。その師団すらいないから。悲しいな。だから今回は、勝利の見えている日本に入って、戦勝点を稼ぎ、中国をかっさらうよ。なるほど。それで中国を傀儡にして、人敵を補うやな。傀儡にはするけど、目的は、中国にアイスランドの文字を置かないようにするためだね。うん。どういうこと？中国をアイスランドが支配すると、ソ連領土を取った時に、アイスランドの文字が少し下がって、シベリアより下にかかるようになっちゃうの。ああ、うん。それで。逆に、コーカサスの方は何としてでも、アイスランド領にするよ。そうすることで文字が右斜め上に上がるようになって、シベリア全部を使って、アイスランドをってできるからね。わからん。だから中国は傀儡。もちろん人的の確保っていう、副次目標もあるけどね。ロマンに振り切っとるな。さて、早速日中戦争に参戦するよ。我がアイスランドは2年かけて作り上げた充足割れまくりの歩兵師団が一つ。ひでえな。急いで吐き出したからね。あれ、その師団はどこ？今はパナマ運河に差し掛かるところかな。そうか、大西洋の島国が太平洋の島国に行くんやもんな。めちゃくちゃ時間かかるなこれ。大丈夫、この師団で重要プロビを頑張って落とすからね。さあ、アイスランド軍が活躍する時が来たよ。お、南京方面の上陸部隊に混ざったんやな。アイスランド軍は持ち前の足の速さを生かし、敵戦線に穴を開けてね。そんなパラメーターはない。一戦でも戦ってしまうと、すぐに消滅してしまう手段だから、大事に大事に使っていこうね。数百人足らずやからな。頼りないわ。あ、やべ、充足が。マグルな危険やな。その後、アイスランド軍は包囲されたりしたけども、船坂広志並みの生命力で突破。お前は何もしとらんぞ。南京を落としたところを取り忘れたり、戦線を周王無人に駆け巡っては、戦線を突破し、維持を日本軍に丸投げってのをひたすら繰り返してたよ。役に立っとるのか立っとらんのか、判断に悩ましいなおい。南京に続き、臨時首都である重権もわなアイスランド軍、勇敢なるアイスランド軍が占拠。スネ夫みたいな軍やな。またしても一番乗り、日本軍からブーイング来とるぞおい。そして41年3月、中国は降伏したよ。シャムド条約締結。中国の大部分をアイスランドが掘る。いや、おかしいやろ。絶対取りすぎや。3つの臨時首都を落としたアイスランド軍だよ。当然の帰結だよね。あと、文字とは関係ない部分にアイスランド領をもらったよ。さあ、我がアイスランドは、これより大祖先を見据えて、じゃんじゃか中国から師団を作ってくよ。コアモットはチートやな。日中戦争の翌年、師団も60を超えるくらいになったから、いよいよ大祖先を始めるよ。え、足りる？今まさにフルスロットルで徴兵中だけど、これ以上前線に兵士がいても、インフラがきつい地域だから、補給が苦しくなるだけだからね。と言ってる間に、今度は数時間、あ、やべ、インド方面に軍を置いてなかった。何やっとんねん。急な参戦で意表をついているうちに、モンゴル方面は、大体進撃したところで膠着。西の方も、敵の増援が早いけど、まだまだいけそうだね。細かく殲滅を繰り返しながら進むよ。おっと、インドの北はカラーキアな。こっちも、ずんずん進めるうちに進んじゃおう。あれ、なんか、かなり余裕だね。
中国の戦績をフルに生かしとるし、細かく殲滅しとるからな。順調なのはいいんだけど、見どころがお仕事をしない。そんなもんよな、大祖先って。インド方面は、日本と協力する感じで、そのほとんどを占領。ソビエト方面は、気味が悪いな。自動車化部隊をようやく作り始めたからね。遅いで。まずはインドが降伏。よし、これでインド方面の部隊をソ連に回せるな。と、ここで、アイスランドプレイ最大の問題点を発見。楽しさか？補給がかなり悪いってことだよ。知ってる。海軍なんて作ってる暇も時間も時もないから、ひたすらに輸送船を作って進撃しちゃおう。さあ、あとは、ただひたすらの平押しだね。アイスランドか平押しって不思議な感じやな。アイスランドに不可能はない。こっちの方も、ルーマニアに塗られ出したけど、気にしたら負けだね。って、ことでソ連が降伏。ウラジオストク条約締結。やっと終わったな。メインの文字に配慮した講話内容となっているよ。文字に意識先すぎてインド分割されとるぞ、シャムに。あ、ちょっと待って。オッケー。これで実績、フローズインフローズンを達成したね。そんな実績はない。シベリア方面までに広がった文字、これを見ることができて、私は満足だよ。確かにアイスランド感は溢れとるもんな。それじゃあ今回はここまで。次回も楽しんでみてね。